い、おはようございます。いやー、秋晴れですね。いやー、見てください、これすごく紅葉も始まってすごく綺麗です。非常に綺麗。イチョウのこの黄色と青空が最高に映えて、そして見えるのが来た富士山でございます。ちょっとね、画面だとそこまであれかもしれないですけど、富士山のすぐそばまで。なぜ私どもが富士山の麓まで来てるかと言いますと、はい、私たちがね、はい、今向かってるところ、はい、富士スピードウェイでございます。いやー、ちょっとなんかいい音させて向かってますよ。はい、街道レーサーのね、はい、私も本日はね、富士スピードウェイに来てます、はい、仕上がったこのチェイサーで向かっている。なぜね、はい、本日富士スピードウェイに向かっているかと言いますと、はい、本日ね、はい、80年代の車をね、はい、対象にした80ミーティングというのが開催されていて、はい、私もね、はい、5、6年前は来たことあるんですよ、はい、あ、そうなんですね。そう、その時私 Y30 乗ってて、はい、フルヤロのめちゃくちゃかっこいい、はい、ね、ゲインズのパーツめちゃくちゃ組んで、はい、ちょっと俺知らないんでわかんないですけど、はい、ね、それをまあ乗って、はい、まあ、来たことあったんですけど、はい、で今回チェイサーがこの出来上がったタイミングでね、はい、ちょうど80ミーティングがあるんで、はい、ね、チェイサーのお手伝いをしているね、はいはい、中丸さんもね。そうですね、中丸さんがいなかったらできなかったですからね。そう、はい、実は、はい、私もお客さんがいっぱい来てるんで、はい、ちょっと行こうかと思ってるんですよ。いいっすね。じゃあ中丸さんのお知り合いだったり横にのお知り合いは、そうなん、おそらく来てるであろう。そう、あ、うわー、見てください、ほら、ここか、富士スピードウェイ。すごい、あー、最高ですわ。でっかいこのゲートが富士スピードウェイ来てます。はい、あ、ダブル X、 あれが、うわ、ダブル X、 セリカダブル X、いわゆる80ミーティングっていうのは80年代の車が多く集まるみたいなことなんですね。そうなんですよ。だから私はね、はい、一応これ54年式79年なんで、はい、ちょっとね、その縛りからは漏れるんですけどね、はいはい、まあもちろん70年代だったり90年代の車もたくさんあるから。そうです、メインが80年代っていうことですね。だからね、私は今日ね、はい、私はほら言うても、はい、80年代の世代ですから、はい、そこら辺の車に対しては思い入れも強いですしね、はい、結構知ってるんですよ。そう、私ね、本当走り、はい、こういう峠みたいな走ってなかったんで、はい、正直この86とかはね、はい、あんまし興味ないんですけど、はいはい、全体から出るさ、はい、雰囲気みたいのはさ、ね、やっぱ80年代の車かっこいいんだよ。かっこいいっすよね。うわー、なんて素敵な場所なんだ。うわー、サーキット走ってるみたい。いや、いい音してる。最高ですね。最高よ、菊ちゃん。なんか俺もうレーサーみたい。やばいっすよ。レーサーだよ。このなんか道がやっぱね、広くて綺麗で。わ、いいね。最高じゃないですか。いろんな車がたくさん集まってるってことですよね。それでね、はい、エントリーする人もいて、はい、なんかコンテストやったりするらしいんですけど、ほう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 、まあそれにはね、僕はほら、まあこれ79年で、はい、出ませんから、はい、当然ね、はいはい、まあ、ほら、わ、スタリオン、ダブル X、かっこええ。もういくらでも懐かしい車が出てくるわけですね。出てきちゃう。わ、走ってくる車が全部、ね、ああ、ほんと藤原豆腐店みたいなのが ねありました。ね、今ほら国産車もさ、はい、世界的に人気ですから。そうですよ ね今持ってる人は本当ね、手放さないでほしいですよ。うわ、アソアラとか、やっぱりそのニューソアラ、僕たちの場合ね、あれね、ニューソアラって言ってましたから。ニューソアラ、もう菊ちゃんの時はあれがソアラでしたでしょ、はい、俺なんかの時10のソアラがソアラで、20はニューソアラ、ニューソアラだったんですね。うわ、富士山も近くまで来ましたよ。ほらうわ、めちゃくちゃいるよ。ほら、うわあ、懐かしい車いっぱいある。ねえ、これどこに行けばいいのかな。ねえ、本当ですね。うわあ、すごいすごいすごい。来ますか。でもやっぱ人がぐっとまた増えてきましたね。あ、多分横にの車も目立つんで、やっぱ気づいてくれる方が早速いますね。うわうわ、なんか、まあ、いいねー。やっぱこの広大な。こっちというかね、最高ですね。わ、見て、菊ちゃん、めちゃくちゃいるよ。すごいな。うわ、渋っ。うわ、すごい。い
やいや、めちゃくちゃこれはやばい、見応え十分、すごい。だからね、俺さ、はいはい、ソアラとか、はい、ああいうやつじゃなくてさ、普通にもう何でも好きなのよ。はいはいはい。うわ、すごいですね。とにかくたくさんの車が集まっておりますね。すげえテンション上がる。しかも俺が昔やってた時より、はい、規模がでかい。あ、そうなんですね。こんないなかったもん。うわ、やっぱりすごい数だな、本当に。今日は2人ともこの金色バージョン、金色バージョンなんで、キキちゃん、はい、もらってるんですよ。ね、いや、ほんとめちゃくちゃね、台数がいますね。ちょっと圧倒されてますわ。いや、ほんとに、あの、菊ちゃん初めて見る車も多いんじゃないですか。僕はもうほんと知らない車だらけですね。え、はい、知ってるのもありますけど、ね、知らない方が多いです。そう、なんか今のほら風潮でいくと、はい、あのトヨタのね、マーク2クレッサチェイサーとか、はい、ケンメリハコスカみたいのが有名ではありますが、はい、今日は80ミーティングということで、はい、ね、もうあの希少車、珍車、人気車までね、はい、いろんな車が集まると。はい、そして中丸さんね、はい、私たちもね、チェイサーで大変お世話になった、はい、中丸さんもね、一緒に来ていただいて、ここ来る間にも中丸さんのお知り合いお客さんがどれだけいたかっていう、いや本当ですよ、すごかったですね。いや本当です、はい、圧倒されました。だけど、まあ、乗ってる人はほとんどやんちゃだというね。やっぱりね、そっち系の車ではありますから、ね、いや本当ですよ。でもね、本当ね、私もね、今日一日ね、ちょっと楽しませていただこうとね、思っておりますので、はい、天気も最高。じゃあ、ほんと最高です、はい、じゃあね、ちょっと車ね、見に行ってみましょうか。行きましょう、行きましょう、はい、そうですね、先にでも行っちゃった方がいいかもしれないですね。会場行きましょうかね。最初は階段上がったら、はい、すげえな、俺がやっぱ車に興味を持ち始めた頃の、はい、時代のものがたくさんあるんで、懐かしいですね。すごいすごいっすね。見てください、全部です。うわ、ないわ。やっぱり、はい、一応これコンテストのエントリー者なんで、なるほど。やっぱほら見てください、僕たちが、はい、っていうか、まあ、一般の人がね、はい、あんまり知らないような車が多いね。行きましょうか。中丸さんはね、もう早速いろんな知り合いに捕まってるのかな。そうですね。このね、ね、このマスターエースっていうね、はい、当時あったんですよ。タウンエース、ライトエース、マスターエース、3兄弟ね。へぇー、知らない。バンパー、ドーン出てくる。はい、人気ありました。知らなかった。ちなみに、これね、S13 シルビア。はい。ね、これはね、あの、テール、あの、この羽をね、見る限り言うと、はい、後期型のね、SR エンジンのやつなんですよ。僕はね、これのね、CA18。エンジン、これのね、ケーズっていうね、ターボ車乗ってましたね。ケーズ、キューズ、ジェイズね、ランクがあったんですよね。これがその兄弟車、180SX ね。へぇー、シル80ありましたよね。そう、顔面をね、シルビアに、顔だけシルビアにしてみたいなね。ラルゴ、懐かしい。ありがとうございます。ラルゴ、友達乗ってましたわ。へぇー、これはね、シルビア懐かしいですよ。これね、僕のね、2個上の先輩なんかは、はい、結構乗ってましたよ。FJ のね、20のツインカムエンジンを積んでる RS とかもあったんですよ。いや、これ全部一緒や。ハッチバックとか、普通の2種類あった。はいはい、2種類、はい、全然やっぱ分かんない。これはね、はい、車も詳しいんですよ。いやシグミアって言ったら、やっぱこの次の形しか俺は頭浮かんでこない。この車はね、この日のために気合を入れてオープンにしたわけじゃないんですよ。西部警察でね、使われていた車でございます。この辺がいわゆるそれをレプリカで作った。レプリカで作った。本当はみんな、みんな回転灯ついてますね。これスタリオンね。これはジャッキー・チェン先生も大好きだったね。スタリオン。寂しい。ね、
ね、これは。はい、あのお二人仕事の場所に、はい、ありがとうございます。写真入れてください。はい、じゃあ一番記念写真。すげえ人気だった。この2000なのにバンパーが出てるタイプもあったんで、はい、ね、このスカイラインの、ね、R3 にね、これは GTS、ね、これ T とか4とかいろんなグレードありましたけど、GTR と何が違うってね、やっぱあのブリスターフェンダーとグリルなんですね。シルビアルグリルにみんな知ってましたよね。シルビアの人とかもね。そう。なぜか AE86 がね、FR であんだけ人気あったのに FF にしたというね。で、これのエンジンを86に流用する人は多かったですね。はい、そうですね。はい。本当ね、本当、1日じゃとても見切れない。こんだけいるのにワンダーがねえな、ワンダーが。いや俺はもうほんと車詳しくないんで、まあでもいわゆる71のマーク2とか、あの辺をみんな俺らの世代は中古として値も下がってた頃に買ってた人多かったですね。へー、あの後の81にみんなねこう変えていってたんだよね。すごいわ。やっぱね、僕なんかが若い時は無理してでもやっぱ車を買う世代だったもんね。いい車買うっていうね。そうそう。いや俺が青春のレパードもねえなぁ。こいつはこれがだから、はい、あのレパードと言われる2ドアモデルの最終型なんですよ。これが最後なんですね。あの危ないレカっていうので、はい、このレパードの前期型が出て、はい、その後の後期型、このね顔は俺好きでしたけどね。この型だってなると確か V 型エンジンじゃねえかな。ね、VG だよねこれね。レパード数少なかったもんな。やっぱね、ソアラに食われたんですよね、レパードっていうのは。レガシーね。で、これね、トヨタさんが出したね、はい、ダルウィング。これ純正ですから。うわ、すげえ。セラ。ね、プレリュード。プレリュード。ね、これ、もうこれに乗れば 100% ナンパが、ね、ぜひそちらも足を運んでいただきたいですね。いや、絶対じゃないんだよ。絶対 100% じゃなかったはずですね。後ろのタイヤがキュッと切れる。ぜひそちらに遊びに来ていただければと思います。後ろもキュッと切れる 4WS っていう機能がついてたやつもあった。これを持ってきてくれた方、すべてのメニュー200円オフで入れます。あのファンテラスのショップでオフの200円オフ、お元気ですかですよ。コーヒーとかランチとか俺に入れられるものですので、井上陽水先生がね、ぜひショップの方に遊びに来ていただければと思いますので、よろしくお願いします。皆さんお元気ですか。こちらもステージの方で配っております。はい、駐車場は P14 から入っていただけますので、ぜひ遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。シティ被るよね。ホンダシティね、これシティ被るよね。シンゴ君好きそうだね、こういうのね。あ、そうですね。これにあの元コンポが最初ついてたの。これのだから普通のそうオリジナルのやつに元コンポがあのトランクにぴったりオプションで入るようになったね。え、バイクね、今でもあのバイク好きで乗ってる人いっぱいいますけど、これいいな色もいいっすねこれ ね, ね, ねカルソニックブルーみたいな、ね、とかピンクとかあったんですよ、ね、すごいな。シティは売れてましたもんね。そうです、シティのねコマーシャルもなかなかね良かったですよね。CT ホンダ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 、あ、やったね、シティ、やった、ホンダ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 。知ってます中丸さん、はい、俺が密かにずっと狙ってるツインカムシャル、うん、俺あのクレストとかチェイサーとかマーク2ソアラめちゃくちゃ被るんで、実はこれのね5速のツインカムが出てきたら買ったろうってずっと思ってた。これスーパーチャージャー多いんで、だから俺はこれの 2000cc の 1G ツインカムが欲しかったんです。ね、俺これだったら5つ穴のホイールもいっぱい持ってるし、はい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 、ね、ブーメランアンテナとか、ね、あのリアスポイラーとかいっぱい持ってるんでね。確かに、でも高校時代の友達が乗ってたな。そうなのよ、これ。あ、WX も欲しいな、ほんと。これやばいっす、もう欲しいのいっぱいになっちゃってますあ、パルサー。これパルサーね、これ。綺麗。これも GT、あ、いや、ね、これこのほら特徴的なねボンネット、あのうん、めっちゃ速いってことですよね。はい、あ
リストとかもめっちゃ速かったですよ。速い速い。あ、このアリスト初期型じゃん。めちゃくちゃ速いやつじゃないですか。なんかもう全然普通車より速い。いや、こんなの今もうないでしょ。本当に。ね。アリスト。あ、マジだな。これも珍しいですね。ね、ローレル。これうちのお袋が乗ってましたね。ミッションで一番いいですよ。お、そうっすか。本当だ。これタコはこうですか、それとも横ですか。小玉さんタコ見たいって言ってどうもすいません。どうもどうも。わあ、これは、あ、いい。あ、縦なの。縦なの。わかりづらいの。ほらこれタコメーターなの。うわ、すげえ。初めて見ました。ありがとうございます。これ5速純正5速。渋いわ。単数ね、5速。初めて見た。ねえ、すごい、すごいやばい。初めて見た。そばにこういうね、はい、かわいい。そう、こういうのって本当にもう最高ですよ。日産がね、当時もう出しまくってましたからね。フィガロとか B1 とか。あれはなんかパオ。パオ。人気ありますよ。人気あった。今でも人気あんだよ。高いですよ。ねえ。めちゃめちゃ高いです。ここら辺はね、もう中丸家ではよく見るね。中丸家ではよく見る。ね、長市さんたちね。今見るといろんな色ありますね。ね、あれなんか帯が入ってるやつは珍しいですよね。そうですね。サンドイッチはまあ少ない方。ね、私はね、シャコタン乗り終わった後は、はい、この前期のグランデをね、フルゲインズのパーツで固めて乗ってましたね。もう知らない言葉がいっぱい出てきちゃうんだよ。見てください、これスープラね。今ではなかなか見ないね、カルガトップね。真ん中だけ取れるやつ、ね、ありましたね。もう本当だ、真ん中に真ん中だけ抜けるんですよね。ガラスのね、そうグラストップって、そうそう、あれがついててね。わー、やべえな、ここ出たね、これ。うわー、出た。ディアマンテ、ディアマンテ。これディアマンテ多分知ってる人はそうそういないでしょ。ね、三菱の高級車ですね。そう、ディアマンテ。あ、でも見てください、柵のクラウン。あ、これツインカム。あ、本当だ。横兄さん、これツインカムですね。これないもんね。これ狙ってたわけですね。あ、これ僕のです。うわ、見て逃げた。うわ、だから当時物ってやつですよね。ああ、こういうのよ、欲しいの俺が。大事に乗られてるってことですね。これはね、もう中丸くんが一番好きなやつ。こういうセダン、セダン。はい。セダン。いや、やっぱり知ってる。ちょっとワイパー壊れちゃって。ワイパー壊れちゃって。早速ね、クレーム、クレーム入って。旧車はいろいろ問題起きますよ。一番欲しいのはこれよ。これが、じゃあこのラメ入りの、これ、はい、ラメ入りの要はあのぼかしのフィルム一枚中に、そう、これ一番欲しい。ねえ、これグランデ。横にそのセーサーのエンジンのターボバーです。ね、この角度だとね、珍しいですね。中丸くんだったらこれもうすぐツインが乗せ替えちゃうでしょ。乗せ替えちゃいます。ね、このね Y31 のねグランツーリスモなんて本当に人気がありましたね。VG 型エンジンね。いや、こういうね程度がいい一丸そうなんだから、これはもう黙ってられないよ。俺がね欲しい FET 極東のねフォグランプついてるし。オートマだった。もうこれで俺もミッションだったらここでもう待ち伏せですよ。ね、このミラのね BRWX はねめちゃくちゃ昔はねもうギャル車で人気だったんですよ。いや、これミラね。ね、すごいな。ここいるいいね、これチェーサー。歩いてたら BBS。いくらで BBS のね、やっぱこの、ね、これあの辺の BBS はね。こんな車あるなあ。ありますね。カットビスターレット。あれスターレット。はい。スターレット。あ、これは超人気でした。早い、早いんですね。はい、ボーイズレーサーというね感じで、こういったコンパクトのこのツードアモデルっていうのがね結構流行ってる。ね、日産はマーチとかね、はいはいはい、出してて、
そう、あれ日産マーチ、マッチのマーチです、あれは。あれそうなんですね。あれマッチのマーチ。なんか CM もやってたわけですね。はい、そうです、マッチのマーチ。楽しかった、ミスターですね。まあ、グレードで言うと似てるグレードのそう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 、でこれはあの要はスターレットの中でも最高級なんですね。走りに徹した方、もうバゲットシートついてるぐらいですからね、相当走るの好きな人もですね。ね。いきますよ。はい、はい、どんどんいきますよ。あのね、はい、実は私、はい、こういうね、シャコタン系からいろんなジャンルの車好きなんですけど、はい、実は四駆大好きなんですよ。日産はね、このテラノ、テラノ、テラノ、このテラノも当時ね、やっぱ4ドアの方が断然人気だったんですけど、この2ドアモデルのね、この窓の作りとか今ものすごい個性的でしょ。で当時ね、ワインレッドのテラノとかよく走ってましたけど、今見ると本当にね、僕もね欲しい1台ね、あのガソリンのね V6 がね、今はもう東京なんかは排ガス規制の関係で乗れないんだけど、じゃあそのタイミングでなくなっちゃった車椅子なんでしょうね。そうなんです。だからテラノが日産、トヨタがハイラックスね、ハイラックス、サーフね。わいいなこれ、そうなんやんか。うわいや、電気の人間やっぱいいですね。え、電気はだいたいエクストラなんですね。エクストラだよね。エクストラはもっとゴールドっぽい。そうそう、ゴールドツート。ユニテッドはこの色なんですね。そうなんだね。そう、しかもね、はい、当時このハイソカーブームになった時、こういうスピーカーがいっぱい売りに出た。カロッツェリア。これ。こういうのもね、もうどん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 進化して、初めはただ光るだけだったのが、ブレーキ踏んだら赤く光るとか、ウィンカーをつけると流れるウィンカーのスピーカーとか、ちゃんと光るみたいなね。そう、だからカロッツェリアとかケンウッドとかいろんなところが出してたわけですよ。これはあのね、日産関連の社用車ですからね。AD 版かっこいいっすよ ね。このホイールかっこいいの、ね、ホイールすごいですね。これね、時代を感じますね、これね。あ、いいな、これね、あの前期 の鉄バンパーよりこの出てるね、後期のウレタンバンパーね。へー、うん、これが前期は鉄バンパー、そうそうそう、グレードかもしれないけど、この 3S のね、この出てるやつね。いやでも今見ると本当車って感じでしょ、カクンカクンで、510みたいなね。ちょっとジャパンで演奏があるじゃないですか。なんかでもブルーガードって属性にするようなイメージ、俺の中ではもう時代としてなかったんだけど。ああ、だからこれが最後や、この後はもうなんなかったんですね。そうそうそう、もう大衆車と呼ばれる中のブルーバードの中で最後の属車ですよ。最後の属車なんかすげえかっこいいですけどね。そうそう、これもね、あの当時あのファミリーカーとして大人気やったんですけど、なんていうんですか、これあれですよ、シャトル、シビックシャトル。これだからね、ちょっとアメリカかぶれみたいな人大好きです。へぇ、はい、いやでもめちゃくちゃこだわってます。中に置いてある本も当時の本も置いてある、ね、これ昔はねナビなんかないから、これをね一枚一枚見て道も覚えましたから。へぇ、後ろにはアイドル雑誌当時のもの置いてあるんですよ。すごいこだわり。鈴木亜美、加藤愛、沖縄めぐみ、ほんとだ、三井由里ね、これもうちょっと古かったらね、宮古の隆さんかなと思いますけどね。隆、ね、さん、やっぱりこだわりをね。はい、日産っていうのは当時からね、遊び心があるんですよ。本当です ね。こんなオープン作っちゃって。ええー。ね、S1000 シルビアのね、コンバーね。あったんです、ね。そう、ノンターボのね、確かオートマしかなかったのかな。うわ、これ隣、これ。あ、ギャラン。これラムダ、これうちの兄ちゃんが乗ってたやつですよ。俺がだから子供の頃、兄ちゃん年離れてるんで、兄ちゃんの車乗ってたの、俺これ乗ってました。これラグマシグマ、ラムダです、ラムダ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 とシム、シグマがあったね。はい、これだわ、ツードアだったし、この覚えてるこの感じ、ランタボの鉄人と一緒だ。あ、鉄人ホイールいいな、これランタボと一緒っす。いやこれマツダのね、高級車ね。高級車ね。そう、ロータリーエンジンです。だからマツダの多分こういうセダンのさ、人気車ってやっぱルーチェだよね。うん。そしてこれはキクちゃんが大好きな71。しかも見てください。はい。相模77。はい。あ、本当だ。
いやこういうのあったら欲しいな。てか全部欲しいな。全部欲しいですね。不可能なんですよ。本当な。こんだけさノーマルの前期の RS っつうないんじゃないの？うん。RS。これね、トゥデイ。これ。はい。ね、かわいい。菊ちゃん、これ乗ればいいんじゃないの？ホンダ好きだし。トゥデイ。確かにホンダ好きですからね。ね、トゥデイ。これはもう一番メジャー。これね。一番メジャー。あの、Y30 のワゴンのこのウッドパネル、一番メジャー。やっぱ当時サーファーの方なんかすごい乗ってました。そうですよね。めっちゃいいっすね。で、これはね、ベンコラもあったんでね。はい、あ、はい、ね、前だから3人乗れるベンチシートで、ベンコラ乗ってりゃ一発よ。あ、ずん6人乗れたっていうね。プレジュード、これはね、もう当時ね、究極のナンパ車と言われてね。そんなイメージないんですけどね。でも世代でちょっと変わるんですよ。プレジュードって言ったら昔はもうナンパ車。へぇ、ピアッツァピアッツァ、イスズだよ、これもイスズ。へぇ、ピアッツァ、ピアッツァカネロ。あ、じゃあさっきもそういうの、これをほら、これをカスタムしたぎってのもはいはいはい、ピアッツァ。あ、これチーズだ。で、これね、顔面が違うんです。はい、はい、これマーク2はね、ここポコンって出てます。はい、これ俺の同級生のお袋が乗ってました。だけどね、これブルーバードタクシー、ね、さっきの910ですよ、これ。910。あ、タクシーなんすね。はい、面白。だから、あの昔はタクシーのブルーバードこれですから。へぇ、丸め4トンのね。これバンとかそこら辺がこういうやつ。なんかこのホイールいいな、この感じとか。ね、いいね、昔でね。だから僕こういう感じですよね。そうですね。あ、中タイヤグッと入っててね。本当だ。サニー、サニー。サニー。日産サニー。ね、これね、これ。もうパール。これ71のリミテッド。もう一番俺欲しい。まあ一番欲しいのがありすぎて、どれが一番かは分かんないけど。一番いっぱい出てきましたね。いやこれ内装色も違うんですよ。ね、内装色も、ね、このリミテッドっていうのは。へぇ、あ、こっちが当たらない。これあれフォードですけど、ほら、屋根取れるやつ。へぇ、あ、ほんとだ、屋根あって。ほら、それで、こいつが、ほら、イーグルマスク。おぉ。で、これが61セダン。あ、すごい。2つ比べられるようにね。あ、これ51。あ、そうか、俺が一つにはさらに前。そう、いろいろあるの、車っちゅうのは。いわゆるこの、この世代から80年代になる。そうです、そうです。タローラ、タローラって本当にいろんな種類がね。そうなんですよ、やっぱね、大衆車ってやっぱり乗る人も多かったから、あの、いろんなね、モデルがあるんですよ。カローラ、ファミリーカーもあれば、そうそうそう、ちょっと走りのもあるし。そうだから、サニーとかさ、うん、ね、そういうのもそうよ、いろんなのある。そうだ、カローラスターレットとか、カローラ2とか。確かにカローラと名がついてるだけで全然違うものでした。そう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 、見てください。はい、サニーバネット。うわ、サニー、これもサニーがついてるんですね。要はね、バネットって言われるやつなんだけど、当時はサニーバネット。見て、これサニーのマーク入ってます。すげえな。なんか中も可愛らしい、これ。これおしゃれ。されてますね。いや、まあ、昔はただのジジイが乗る大衆車でしたけど、今は見るとおしゃれですもん。ね、かわいい。こういう服もあったしね、当時ね、なんかね。いや、まあね、今もね、今もあるわ。ある、ある。逆にバーバリーの感じで。バーバリーですね。ね、おしゃれ。見てくださいこれ、コスモ。すごいよこれ。マツダっつったら本当あの RX7 とか、まあロードスターみたいなのあるけど、やっぱコスモ。ね、だからもう車っちゅうのはね、まあその数だけ、要はあのいろんな物語があるわけですよ。ね、お父さん、菊ちゃんが言ってた兄貴にね、連れてってもらったなとか、要は当時を思い返すアイテムの一つ。そうですね。ね、当時お父さんとね、ドライブ行きましたとか。本当思い出。ね、そういうのいろいろあるわけですよ。すごい。
ねえ、私たちまだまだちょっと見足りないですね。見足りないですね。これ綺麗、色が綺麗。なんだろうと思って。これアコード。これアコード。これめちゃくちゃ人気あってね。アコード US ワゴン。なるほど、なんかちょっとイメージが違うな。そう、これアコードの US ワゴンって、もうめちゃくちゃ人気出たんですよ。だから、レガシーアコードめちゃくちゃ人気、ね、別格だった。アコードワゴンって言えばもう人気車で、僕の友達も乗ってました。アコードワゴンいいっすね。いやー、やっぱ当たり前ですね。止まってる車がもう80ですね、やっぱね。はあ、これ何の、これユーイング。よく見つけたな。いいよ、このイーウィングのこのホイール。ゲインズのこれ、ベンツモール、ヨーロピアンモールって僕たちは言ってましたけど、ベンツが純正なアイロだったんですよ。だからこれはゲインズのヨーロピアンモールね。あれと思ったらこれ俺のやつ。そう、いや僕もやりました。あれ純正なんですよ。かっこいいですね。これ最高だな。最高。最高。このダブレックス最高。このケツがいい。ケツが。インプレッサーかな。インプレッサーね。変な形してますけどね。マイティーボーイ。マイティーボーイ。あれ。ちょっと。俺の今日一ね、はい、俺の今日一、いろんなジャンルの車でこれいいこれいいこれいいっていっぱいあったけど、はい、俺の中で本当に当時を思い出す車っていうのが、はい、どれか1台って言ったらこれっていうのが今あります。ほう、私がね一番刺さったのこれこれ、ね、オートピスタのね、この3分間のリアスにデコラのね、フルキット。本当にこのね、いろんなこの光るスピーカーつけたり、ね、こういう小物がね、当時いっぱいでしたね。これの今日一はこれ。こういうね、エアルタイプのホイールがめちゃくちゃ流行ってる。これはスピードだけど、スーパーボルクとかね、いろんなのがあったわけですけど、僕はね、スーパーボルクがね、結構好きでしたけど、一番の刺さりはこれでした、今日はね。一番刺さった。というわけでね、本日は楽しい楽しい80ミーティングお邪魔しましたということで、まあ俺のチェイサーもねこれでは終わらないということですから、次はホイール組んでいこうというわけで、今日の80ミーティングは終わりでございます。いや、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。